不可能なんて俺たちにあるわけね。そう思うやつは手あげて。
こいつはダンジョン抜けて山頂シンペイタレプレゼントセーブエリア DJ チーフオンダワン2全員サーバーゲーオーケー、これが俺たちの現実ですよ。ひっくり返して夢を実現してきたやつ Put your hands up オーケー。じゃあ次は俺が全員飛び跳ねなって言ったら飛び跳ねてくださいね。ステイアウトチャンピオン。見えないよな俺な、俺見えないだろうから飛び跳ねるから、みんなも飛び跳ねて、okay、見たいなら前の方に来てくれ。行くぞ全員飛び跳ねなせあなたんじょ自分の名前勇者につけたテレビの前王様は勇者にこう言った、君が世界を包みた前それが君に与えられた使命、聞こえないのかいみんなの悲鳴、成功だもんためにいざ進め、それが実際みんなの夢。待てよ冷静になってもっと考えてみるべきだ、で何が正しい面正義だ、世間から見れば俺が出てきた、でテレビも決して自問自答、全国自国自公自党、やるやられる一分の一どっちにし自分の身見てんのか逃げんのか、ここのみんなに聞いてんのさ、そこの座はあざ調子はどうだ、全員飛び跳ねなせあがったんじゃ楽しんでますか。俺がシンペイター、 DJ はチーフ。今日はね、アザーの90周年パーティーでしたっけ。俺のじいちゃんもマイクを持ってラップしてたという伝説の、その時まだこの場所は野原の野にオイルと書いて所沢だったんじゃないかと、その時代から続いているこんな勇者正しいパーティーの90周年記念に皆様来てくれてどうもありがとう。そしてそれを90年続けてるお酒にメイクリスプ一つこの素晴らしいパーティーを楽しむためにみんなにルールというか楽しみ方を教えたいなと。これはヒップホップもそうだし、スケボーもそうだし、パンクだろうがレゲエだろうが何でもそうだと思うんですけど、まあとにかくピース、平和に、ラブ、愛し合って、ユニティ、団結して、ハブファン、楽しんでくださいねと。いいですよ、もう好きに楽しんでね、俺も好きに楽しむからね、何があっても、ただ、それだけは守って、もう喧嘩とか、誰かの悪口とか、寒いの嫌なんですよ、死ぬほど楽しみたいから、俺がピースって言ったらピース、ラブって言ったらラブ、ユニティって言ってユニティ、ハビングって言ったら、はい、OK、ピース、お前だけだな、言うたらな、お前だけだな、さすが生かす帽子かぶってるだけあるぜ、何やってんだ、みんな。前波さんに全部持ってかれるぞ。前波さん、3人子供なんだよ。それも遊んでんだからな、負けないで。俺がピースって言ったらすぐピース、ラブ、ラブ、ユニティ、ユニティ、ハービー。OK、言ってみましょう。ピース、ラブ、ユニティ、ハービー。OK、DJ チーフ。ルールはそれだけですからね。団結して楽しめるぞっていうやつ。 Clap your hand everybody Clap your hand everybody 全員手叩け Peace Love Unity Harmony OK 楽しんでるそうだね。 DJ チームパート1 and 2 Everybody 行くぞ。 Peace Love Unity HarmonyI'm gonna be a
広げよう。まだまだ人生下がってしまうされどもの人生一度きりのアドリブ諦って思いっきり楽しむ Feel love Unity and having fun 俺の友達紹介していい俺ならラップで一発で分かってお前ら声上げろ次へよほーもっと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 ほーありがとうございますどこを見に大きな拍手最後 We love Unity Having fun小帽子っていうのはね福井から出てきて上京してきてなぜか所沢に住んじゃったという変わったラッパーなんですよ。お前東京じゃねえじゃねえかとそういうところが非常に大事。ラップスター誕生っていうオーディション番組で結構いいところまで行ってたりすげえやばいラッパーなんでこれからねあの所沢のどこで働いてるの人生商店で人生商店でマイナーな居酒屋でバイトしちゃってるんですけど大沢君が知らないってことは相当マイナーだろ。人生商店でバイトしてるんでねみんな飯食いに行ってあげてください。そしてキャンポンっていつもありがとう。うちのねちょっとまあユニティブルーのボスはキャンポン、どっか行っちゃうんでしょうね。別にいいんです聞いてなくていいんですけど俺はちゃんぽん君にもすげえ感謝してるしこのイベントをがっちり仕切ってる大沢君にもすげえ感謝してます。俺はこんなでかい面してね、ゲストだっつってマイク持たせてもらってるけど別に今まで地元のために何かしたことはなくてでも年を取って、ね、この地元でこんなシーンを作ってる、まあ、とにかく何が言いたいかって最高だなと。俺あと1曲歌ってくんでみんなに一つだけお願いがあるとすれば俺が誰かだけ分かって帰れと。俺が誰か分かって帰るためにはこの曲を歌いたいんでもう一歩ずつ前に寄ってきてくれ。もう最後はみんなで一緒に知ってる人もいるかな知ってたら歌ってほしいな。俺が心配だそれが分かるか。この知り合いの先の時代ただのディズニーアイとかワキアイアイ俺から言わせりゃそりゃマジないない。どんな身分だってイブ憎んだったやつが今が一軍いいかどうこういいかおうこうぶっちゃけた話みんなどうも Yeah このマイクはライフは心にぶち込むでライブはもう信仰なんだどこに向かっていく日本語ラブこのヒストリーただのヒストリーゲームじゃねえ知ろうぜ一緒にフリースタイルはアートじゃ全員その手を上げなきゃキャマイ手で握りしめなきゃキャマイ唇に近づけなきゃキャマイ深く息吸い込みなきゃキャマイバイブスもぶち込みな今日がつために生まれてきた写真撮りたいからマイチだよもう写真撮りたい東に西南に北日本中旅し皆に聞いたなヒップホップ好きか所沢にこんな仲間がいたこれはディストリスペクト止めたマイクケース俺のマニフェストそれはドゥーマーベース日本もつなぎ7つのアルファベット
知ってたら歌ってくれ。チェキャマイ、利き手で握りしめな、唇に近づけな、チェキャマイ、深く聞き吸い込みな、チェキャマイ、バイブースもぶち込みな、今日勝つために生まれてきた、今日勝つために負け続けた、今日所沢にやってきた、俺が新兵だ、それがわかるか。これからもフリースタイルラップのトップを走って。